ゆかりの朗読コーナー著作権フリーの青空文庫の朗読をしていきます今回は文豪である夏目漱石の小説の朗読です長編ですので分割しています。心夏目漱石鈴木 08K の生返事は翌日になってもその翌日になっても彼の態度によく表れていました彼は 自分から進んで、例の問題に触れようとする気色を決して見せませんでした。もっとも機会もなかったのです。奥さんとお嬢さんが揃って、一日宅を開けでもしなければ、二人は、ゆっくり落ち着いて、そういうことを話し合うわけにもいかないのですから。私は、それをよく心得ていました。心得ていながら、変にイライラしだすのです。その結果、 はじめは、向こうから来るのを待つつもりで、案に用意をしていた私が、りがあったら、こっちで口を切ろうと決心するようになったのです。同時に、私は、黙って、家の者の様子を観察してみました。しかし、奥さんの態度にも、お嬢さんの元符にも、別に平静と変わった点はありませんでした。K の自白以前と自白以後で、彼らの挙動に、 これという才が生じないならば、彼の自白は、単に私だけに限られた自白で、肝心の本人にも、また、その監督者たる奥さんにも、まだ通じていないのは確かでした。そう考えたとき、私は少し安心しました。それで、無理に機械をこしらえて、わざとらしく話を持ち出すよりは、自然の与えてくれるものを取り逃がさないようにする方がよかろうと思って、 例の問題には、しばらく手をつけずにそっとしておくことにしました。こう言ってしまえば大変簡単に聞こえますが、そうした心の経過には、潮の満ちと同じように、いろいろの工程があったのです。私は、K の動かない様子を見て、それに、さまざま意味を付け加えました。奥さんとお嬢さんの言語動作を観察して、二人の心が、 果たしてそこに現れている通りなのだろうかと疑ってもみました。そうして人間の胸の中に装置された複雑な機械が時計の針のように明瞭に偽りなく盤上の数字を差し得るものだろうかと考えました。要するに私は同じことをこうもとりああもとりした挙句ようやくここに落ち着いたものと思ってください。さらに難しく言えば 落ち着くなどという言葉はこの際決して使われた義理でなかったのかもしれませんそのうち学校がまた始まりました私たちは時間のどう事実には連れ立って宅を出ます都合が良ければ帰る時にもやはり一緒に帰りました外部から見たケイと私は何にも前と違ったところがないように親しくなったのですけれども 腹の内では、各自に、各自のことを勝手に考えていたに違いありません。ある日私は、突然、往来で刑に肉薄しました。私が第一に聞いたのは、この間の自白が私だけに限られているか、または、奥さんやお嬢さんにも通じているかの点にあったのです。私の、これから取るべき態度は、 この問いに対する彼の答え次第で極めなければならないと、私は思ったのです。すると、彼は、外の人には、まだ誰にも打ち明けていないと明言しました。私は、事情が自分の推察通りだったので、内心嬉しがりました。私は、K の私より横着なのをよく知っていました。彼の度胸にもかなわないという自覚があったのです。けれども、 一方ではまた、妙に彼を信じていました。学士のことで、妖怪を三年も欺いていた彼ですけれども、彼の信用は、私に対して少しも損なわれていなかったのです。私は、それが、ために、かえって彼を信じ出したくらいです。だから、いくら疑い深い私でも、明白な彼の答えを腹の内で否定する気は起こりようがなかったのです。 私はまた彼に向かって彼の恋をどう取り扱うつもりかと尋ねました。それが単なる自白に過ぎないのか、またはその自白に次いで実際的な効果をも収める気なのかと問うたのです。しかるに彼はそこになると何にも答えません。黙って下を向いて歩き出します。私は彼に隠し立てをしてくれるな。 すべて思った通りを話してくれと頼みました。彼は何も私に隠す必要はないと完然断言しました。しかし私の知ろうとする点には一言の返事も与えないのです。私も往来だからわざわざ立ち止まってそこまで突き止めるわけにいきません。ついそれなりにしてしまいました。ある日私は久しぶりに学校の図書館に入りました。 私は広い机の片隅で窓から刺す光線を半身に受けながら新着の外国雑誌をあちらこちらとひっくり返して見ていました。私は担任教師から専攻の学科に関して次の週までにある事項を調べてこいと命ぜられたのです。しかし私に必要な事柄がなかなか見つからないので私は。 二度も三度も雑誌を借り替えなければなりませんでした。最後に私はやっと自分に必要な論文を探し出して一心にそれを読み出しました。すると突然幅の広い机の向こう側から小さな声で私の名を呼ぶものがあります。私は太目を上げてそこに立っている K を見ました。K はその上半身を 机の上に折り曲げるようにして、彼の顔を私に近づけました。ご承知の通り図書館では、他の人の邪魔になるような大きな声で話をするわけにいかないのですから、K のこの所作は、誰でもやる普通のことなのですが、私は、その時に限って、一種変な心持ちがしました。K は、低い声で勉強かと聞きました。私は、 ちょっと調べ物があるのだと答えました。それでも、K は、まだ、その顔を私から話しません。同じ低い調子で、一緒に散歩をしないかというのです。私は少し待っていればしてもいいと答えました。彼は待っていると言ったまま、すぐ、私の前の空席に腰を下ろしました。すると、私は、気が散って、 急に雑誌が読めなくなりました。なんだか、K の胸に一物があって、ダンパンでも死に来られたように思われて仕方がないのです。私は、やむを得ず読みかけた雑誌を伏せて、立ち上がろうとしました。K は、落ち着き払って、もう済んだのかと聞きます。私はどうでもいいのだと答えて、雑誌を返すとともに、K と図書館を出ました。2人は、 別に行くところもなかったので、竜岡町から池の端へ出て、上野の公園の中へ入りました。その時、彼は、例の事件について、突然向かうから口を切りました。迷子の様子を総合して考えると、K は、そのために、私を、わざわざ散歩に引っ張り出したらしいのです。けれども、彼の態度は、まだ、実際的の方面へ向かって っ,てじっとも進んんででいませんでした彼は私に向かってただ漠然とどう思うというのです。どう思うというのはそうした恋愛の淵に陥った彼をどんな目で私が眺めるかという質問なのです。一言で言うと彼は現在の自分について私の批判を求めたいようなのです。そこに私は 彼の平成と異なる点を確かに認めることができたと思いました。たびたび繰り返すようですが、彼の天性は、他の思惑を幅かかるほど弱く出来上ってはいなかったのです。こうと信じたら、一人でどんどん進んでいくだけの度胸もあり、勇気もある男なのです。8日事件で、その特色を、強く、胸の裏に掘りつけられた私が、これは、 様子が違うと明らかに意識したのは当然の結果なのです私が K に向かってこの際何人で私の批評が必要なのかと尋ねた時彼はいつもにも似ない照然とした口調で自分の弱い人間であるのが実際恥ずかしいと言いましたそうして迷っているから自分で自分がわからなくなってしまったので私に公平な批評を求めるより 外に仕方がないと言いました。私は、好きかさず迷うという意味を聞きただしました。彼は、進んでいいか退いていいか、それに迷うのだと説明しました。私は、すぐ一歩先へ出ました。そうして退こうと思えば退けるのかと彼に聞きました。すると、彼の言葉が、そこで不意に行き詰まりました。 彼はたたた。だだ苦ししいと言っただけでした実際彼の表情には苦しそうなところがありありと見えていましたもし相手がお嬢さんでなかったならば私はどんなに彼に都合のいい返事をその乾ききった顔の上に自由のごとく注いでやったかわかりません私はそのくらいの美しい同情を持って生まれてきた人間と自分ながら信じています しかし、その時の私は違っていました。私は、ちょうど多流試合でもする人のように、K を注意して見ていたのです。私は、私の目、私の心、私の身体、すべて、私という名のつくものを、五分の隙間もないように用意して、K に向かったのです。罪のない刑は穴だらけというより、むしろ開け放すと評するのが、 適当なくらいに無用心でした私は彼自身の手から彼の保管している要塞の地図を受け取って彼の目の前でゆっくりそれを眺めることができたも同じでした。K が理想と現実の間に方向してふらふらしているのを発見した私はただ一打で彼を倒すことができるだろうという点にばかり目をつけました。そうしてすぐ。 彼ののにつけ込んだのです私は彼に向かって急に厳粛な改まった態度を示し出しました。無論策略からですが、その態度に相応するくらいな緊張した気分もあったのですから、自分に滑稽だの周知だのを感じる余裕はありませんでした。私は、まず、精神的に向上心のないものはバカだと言い放ちました。これは、 2人で某州を旅行している際、が私は彼の使った通りを彼と同じような口調で再び彼に投げ返したのです。しかし決して復讐ではありません。私は復讐以上に残酷な意味を持っていたということを自白します。私はその一言で K の前に横たわる恋の行く手を塞ごうとしたのです。 K は、信州寺に生まれた男でした。しかし、彼の傾向は、中学時代から、決して、聖果の修士に近いものではなかったのです。競技場の区別をよく知らない私が、こんなことを言う資格に乏しいのは承知していますが、私は、ただ男女に関係した点についてのみ、そう認めていたのです。K は、昔から精進という言葉が好きでした。 私は、その言葉の中に、禁欲という意味もこもっているのだろうと解釈していました。しかし、後で実際を聞いてみると、それよりも、まだ厳重な意味が含まれているので、私は驚きました。道のためには、すべてを犠牲にすべきものだというのが彼の第一心情なのですから、節欲や禁欲は、無論、たとえ欲を離れた恋そのものでも、 道の妨害になるのです。K が自活生活をしている自分に、私は、よく、彼から、彼の主張を聞かされたのでした。その頃から、お嬢さんを思っていた私は、勢い、どうしても彼に反対しなければならなかったのです。私が反対すると、彼はいつでも気の毒そうな顔をしました。そこには、同情よりも、 別の方が余計に現れていましたこういう過去を二人の間に通り抜けてきているのですから精神的に向上心のないものはバカだという言葉は K にとって痛いに違いなかったのですしかし前にも言った通り私はこの一言で彼がせっかく積み上げた過去を蹴散らしたつもりではありませんかえって それを今までで積み重ねて生かせようとしたのです。それが道に達しようが、天に届こうが、私は構いません。私は、ただ、K が、急に、生活の方向を転換して、私の利害と衝突するのを恐れたのです。要するに、私の言葉は、単なる利己心の発言でした。精神的に向上心のないものは、バカだ。 私は二度同じ言葉を繰り返しました。そうして、その言葉が、K の上にどう影響するかを見つめていました。バカだと、やがて K が答えました。僕はバカだ。K は、ぴたりとそこへ立ち止まったまま動きません。彼は、地面の上を見つめています。私は思わずぎょっとしました。私には、K が、 その刹那に居直り強盗のごとく感じられたのです。しかし、それにしては、彼の声が、いかにも力に乏しいということに気がつきました。私は、彼の目遣いを参考にしたかったのですが、彼は、最後まで、私の顔を見ないのです。そうして、徐々とまた歩き出しました。私は、軽と並んで足を運ばせながら、 彼の口を出る次の言葉を腹の内で暗に待ち受けました。あるいは待ち伏せと言った方がまだ適当かもしれません。その時の私はたとえ刑をだまし討ちにしても構わないくらいに思っていたのです。しかし私にも教育相当の両親はありますからもし誰か私のそばへ来てお前は卑怯だと一芸しごいてくれるものがあったなら。 私は、その瞬間に、ットと我に立ち返ったかもしれません。もし、K がその人であったなら、私は、おそらく、彼の前に赤面したでしょう。ただ、K は、私をたしなめるには、あまりに正直でした。あまりに単純でした。あまりに人格が善良だったのです。目のくらんだ私は、そこに敬意を払うことを忘れて、 帰ってそこにつけ込んだのです。そこを利用して彼を打ち倒そうとしたのです。K はしばらくして私の名を呼んで私の方を見ました。今度は私の方で自然と足を止めました。すると K も止まりました。私はその時やっと K の目を真っ向に見ることができたのです。K は私より背の高い男でしたから。 私は、勢い、彼の顔を見上げるようにしなければなりません。私は、そうした態度で、狼のごとき心を、罪のない羊に向けたのです。もう、その話は止めようと、彼が言いました。彼の目にも彼の言葉にも、変に悲痛なところがありました。私は、ちょっと挨拶ができなかったのです。すると、K は、止めてくれと、 今度は頼むように言い直しましまた。私はその時彼に向かって残酷な答えを与えたのです。狼が隙を見て羊の陰口部へ食いつくように。止めてくれって僕が言い出したことじゃないもともと君の方から待ち出した話じゃないか。しかし君が止めたければ止めてもいいがただ口の先で止めたって仕方があるまい。 君の心でそれを止めるだけの覚悟がなければ、一体、君は、君の平勢の主張をどうするつもりなのか。私がこう言ったとき、背の高い彼は、自然と、私の前に萎縮して小さくなるような感じがしました。彼はいつも話す通り、すこぶる強情な男でしたけれども、一方ではまた、人一倍の正直者でしたから。 自分の無人などをひどく非難される場合には、決して平気でいられない質だったのです。私は彼の様子を見て、ようやく安心しました。すると、彼は突然、覚悟と聞きました。そうして、私が、まだ何とも答えない先に、覚悟、覚悟ならないこともないと付け加えました。彼の調子は独り言のようでした。また、 夢の中の言葉のようでした。二人は、それぎり話を切り上げて、小石川の宿の方に足を向けました。割合に風のない暖かな日でしたけれども、何しろ冬のことですから、公園の中は寂しいものでした。ことに霜に打たれて、青味を失った杉の子たちの茶褐色が、薄黒い空の中に、小を並べてそびえているのを振り返ってみたときは、 寒さが、背中へゴウリ漬けいたような心持ちがしました。我々は、夕暮れの本郷台を、急ぎ足でどしどし通り抜けて、また、向こうの丘へ登るべく、小石川の谷へ降りたのです。私は、その頃になって、ようやく、街灯の下に、体の豊か味を感じでしたぐらいです。急いだためでもありましょうが、我々は、帰り路には、 ほとんど口をききませんでした。宅へ帰って食卓に向かったとき、奥さんはどうして遅くなったのかと尋ねました。私は、K に誘われて上野へ行ったと答えました。奥さんはこの寒いのにと言って驚いた様子を見せました。お嬢さんは、上野に何があったのかと聞きたがります。私は何もないが、ただ散歩したのだという返事がけしておきました。 平勢から無口な刑はいつもよりなお黙っていました。奥さんが話しかけても、お嬢さんが笑っても、ろくな挨拶はしませんでした。それから飯を飲み込むように書き込んで、私がまだ席を立たないうちに自分の室へ引き取りました。その頃は覚醒とか新しい生活とかいう文字のまだない自分でした。しかし、 K が古い自分をさらりと投げ出して、一位に、新しい方角へ走り出さなかったのは、現代人の考えが彼に欠けていたからではないのです。彼には、投げ出すことのできないほど尊い過去があったからです。彼は、そのために今日まで生きてきたと言ってもいいくらいなのです。だから、K が、一直線に、愛の目的物に向かって盲信し,しないと言って、決して、 その愛の生ぬるいことを証拠立てるわけには行きません。いくら熾烈な感情が燃えていても、彼はむやみに動けないのです。前後を忘れるほどの衝動が起こる機会を彼に与えない以上、K は、どうしてもちょっと踏み止まって、自分の過去を振り返らなければならなかったのです。そうすると、過去が差し示す道を今まで通り歩かなければならなくなるのです。その上、彼には、 現代人の持たた。ない強情と我慢がありました私はこの双方の点においてよく彼の心を見抜いていたつもりなのです。上野から帰った晩は私にとって比較的安静な夜でした。私は慶が室へ引き上げた後を追いかけて彼の机のそばに座り込みました。そうして取り留めもない世間話をわざと彼に仕向けました。 彼は迷惑そうでした。私の目には、勝利の色が多少輝いていたでしょう。私の声には、確かに、得意の響きがあったのです。私は、しばらく刑と一つ火鉢に手をかざした後、自分の室に帰りました。外のことにかけては、何をしても彼に及ばなかった私も、その時だけは、恐れるるに足りないという自覚を彼に対して持っていたのです。 私は、ほどなく穏やかな眠りに落ちました。しかし、突然、私の名を呼ぶ声で、目を覚ましました。見ると、間の襖が二席ばかり開いて、そこに、軽の黒い影が立っています。そうして、彼の室には、酔いの通り、まだ灯0日がついているのです。急に世界の変わった私は、少しの間口を聞くこともできずに、ぼーっとして、 その光景を眺めていました。その時、K はもう寝たのかと聞きました。K はいつでも遅くまで起きている男でした。私は黒い影帽子のような K に向かって何か用かと聞き返しました。K は大したようでもない、ただもう寝たか、まだ起きているかと思って、便所へ行ったついでに聞いてみただけだと答えました。K は 幼稚園の火を背中に受けているので、彼の顔色や目つきは、全く私には分かりませんでした。けれども、彼の声は、普段よりも、かえって落ち着いていたくらいでした。K は、やがて開けた襖をピタリと立てきりました。私の室は、すぐ元の暗闇に帰りました。私は、その暗闇より、静かな夢を、見るべくまた目を閉じました。 私は、それぎり何も知りません。しかし、翌朝になって、作友のことを考えてみると、なんだか不思議でした。私は、ことによると、すべてが夢ではないかと思いました。それで、飯を食うとき、K に聞きました。K は、確かに襖を開けて、私の名を呼んだと言います。なぜそんなことをしたのかと尋ねると、 別に反然した返事もしません。調子の抜けた頃になって、近頃は熟睡ができるのかと帰って向かうから私に問うのです。私はなんだか変に感じました。その日ちょうど同じ時間に講義の始まる時間割になっていたので、二人はやがて一緒に宅を出ました。今朝から作友のことが気にかかっている私は、 途中でまた K を追求しました。けれども、K は、やはり私を満足させるような答えをしません。私は、あの事件について何か話すつもりではなかったのかと念を押してみました。K は、そうではないと強い調子で言い切りました。昨日、上野で、その話はもう止めようと言ったではないかと注意するごとくにも聞こえました。K は、 そういう点にかけて、鋭い自尊心を持った男なのです。ふと、そこに気のついた私は、突然、彼の用いた覚悟という言葉を連想し出しました。すると、今まで、まるで気にならなかったその虹が、妙な力で、私の頭を押さえ始めたのです。K の下段に富んだ性格は、私によく知れていました。彼のこの事件についてのみ、 優柔なわけも、私にはちゃんと飲み込めていたのです。つまり、私は、一般を心得た上で、例外の場合を、しっかり捕まえたつもりで得意だったのです。ところが、覚悟という彼の言葉を、頭の中で何遍も咀嚼しているうちに、私の得意は、だんだん色を失って、しまいにはぐらぐら揺らき始めるようになりました。私は、 この場合もあるいは彼にとって例外でないのかもしれないと思い出したのです。すべての疑惑、反問、奉納を一度に解決する最後の手段を彼は胸の中に畳み込んでいるのではなかろうかと疑り始めたのです。そうした新しい光で覚悟の虹を眺め返してみた私は、はっと驚きました。その時の私が、もし、この驚きを持って、もう、 一開始彼の口にした覚悟の内容を公平に見回したらはまだ良かったかもしれません悲しいことに私は固めでした私はただ K がお嬢さんに対して進んでいくという意味にその言葉を解釈しました過断に富んだ彼の性格が恋の方面に発揮されるのがすなわち彼の覚悟だろうと一途に思い込んでしまったのです 私は、私にも、最後の決断が必要だという声を、心の耳で聞きました。私は、すぐ、その声に応じて、勇気を振り起こしました。私は、K より先に、しかも、K の知らない間に、ことを運ばなくてはならないと、覚悟を極めました。私は、黙って機会を点っていました。しかし、二日,日経っても、三日経っても、 私は、それを捕まえることができません。私は、K のいない時、また、お嬢さんの留守直りを待って、奥さんに談判を開こうと考えたのです。しかし、片方がいなければ、片方が邪魔をするといった風の日ばかり続いて、どうしても今だと思う好都合が出てきてくれないのです。私はイライラしました。一週間の後、私は、 とうとう答えきれなくなって、化病を使いました。奥さんからもお嬢さんからも、K 自身からも、起きろという催促を受けた私は、生返事をしただけで、10時頃まで布団をこうむって寝ていました。私は、K もお嬢さんもいなくなって、家のうちがひっそり静まった頃を見計らって寝床を出ました。私の顔を見た奥さんは、 すぐどこが悪いかと尋ねました。食物は枕元へ運んでやるから、もっと寝ていたらよかろうと忠告してもくれました。身体に異常のない私は、とても寝る気に離れません。顔を洗って、いつもの通り茶の間で飯を食いました。その時、奥さんは、長火鉢の向こう側から給仕をしてくれたのです。私は、 朝飯とも、馬飯とも片付かない茶碗を手に持ったまま、どんな風に問題を切り出したものだろうかと、そればかりにこごめたくしていたから、外観からは、実際、気分の、良くない病人らしく見えただろうと思います。私は、飯を終わって、タバコをふかし出しました。私が立たないので、奥さんも、火鉢のそばを離れるわけに行きません。 下条を読んで膳を下げさせた上、鉄瓶に水をさしたり、火鉢の縁を拭いたりして、私に調子を合わせています。私は奥さんに特別な用事でもあるのかと問いました。奥さんはいえと答えましたが、今度は向こうでなぜですと聞き返してきました。私は実は少し話したいことがあるのだと言いました。奥さんは何ですかと言って、 私の顔を見ました。奥さんの調子は、まるで、私の気分に入り込めないような軽いものでしたから、私は、次に出すべき文句も、少し渋りました。私は、仕方なしに、言葉の上で、いい加減にうろつきめぐった末、K が、近頃何か言いはしなかったかと、奥さんに聞いてみました。奥さんは、思いもいらないという風をして、何を、 とままたた反問ししてきましたそうして私の答える前にあなたには何かおっしゃったんですかと帰って向こうで聞くのです。K から聞かされた内訳話を奥さんに伝える気のなかった私はいいえと言ってしまった後ですぐ自分の嘘を心よからず感じました。仕方がないから別段何も頼まれた覚えはないのだから。 刑に関すすする要件ででははないいいのだとと言言直しましままた奥さんはそうですかと言っってて後ろを待っています私はどうしても切り出さなければならなくなりました。私は突然、奥さん、お嬢さんを私にくださいと言いました。奥さんは私の予期してかかったほど驚いた様子も見せませんでしたが、それでも正直返事ができなかったものと見えて、黙って。 私の顔を眺めていました。一度言い出した私は、いくら顔を見られても、それに頓着などはしていられません。ください、ぜひくださいと言いました。私の妻として、ぜひくださいと言いました。奥さんは、年をとっているだけに、私よりもずっと落ち着いていました。あげてもいいが、あんまり急じゃありませんか、と聞くのです。私が、 急にもらいたいのだとすぐ答えたら笑い出しました。そうしてよく考えたのですが、と念を押すのです。私は言い出したのは突然でも考えたのは突然でないというわけを強い言葉で説明しました。それからまだ二つ三つの問答がありましたが私はそれを忘れてしまいました。男のように反然したところのある奥さんは 普通の女と違って、こんな場合には、大変心持ちよく話のできる人でした。ムベごザンス、差し上げましょうと言いました。差し上げるなんて威張った口の聞ける境遇ではありません。どうぞもらってください。ご存知の通り父親のない哀れな子ですと、後では向こうから頼みました。話は、簡単で、かつ明瞭に片付いてしまいました。 最初からしまいまでにおそらく15分とはかからなかったでしょう奥さんは何の条件も持ち出さなかったのです親類に相談する必要もない後から断ればそれでたくさんだと言いました本人の意向さえ確かめるに及ばないと明言しましたそんな点になると学問をした私の方がかえって形式に肯定するくらいに思われたのです 親類は、とにかく、当人には、あらかじめ話して承諾を得るのが、順序らしいと私が注意したとき、奥さんは、大丈夫です。本人が、不承知のところへ、私があの子をやるはずがありませんから、と言いました。自分の室へ帰った私は、事のあまりにわけもなく進行したのを考えて、かえって変な気持ちになりました。 果たして大丈夫なのだろうかという疑念さえどこからか頭の底に入り込んできたくらいですけれども大体の上において私の未来の運命はこれで定められたのだという観念が私のすべてを新たにしました私は馬頃ま,また茶の前でかけて行って奥さんに今朝の話をお嬢さんに何時通じてくれるつもりかと尋ねました奥さんは 自分さえ承知していれば、いつ話しても構わなかろうというようなことを言うのです。こうなると、なんだか、私よりも、相手の方が男見たようなので、私は、それぎり引き込もうとしました。すると、奥さんが私を引き止めて、もし早い方が希望ならば、今日でもいい、芸妓から帰ってきたら、すぐ話そうというのです。私は、 そうしてもらう方が都合がよいと答えてまた自分の室に帰りましたしかし黙って自分の机の前に座って二人のこそこそ話を遠くから聞いている私を想像してみるとなんだか落ち着いていられないような気もするのです私はとうとう帽子をこうむって表へ出ましたそうしてまた坂の下でお嬢さんに行き合いました 何にも知らないお嬢さんは、私を見て驚いたらしかったのです。私が、帽子を、立って、今お帰りと、尋ねると、向こうでは、もう病気は言ったのかと、不思議そうに聞くのです。私は、ええー、ゆりました、ゆりましたと答えて、ずんずん、水道橋の方へ曲がってしまいました。私は、猿学町から、神保町の通りへ出て、 小川町の方へ曲がりました私がこの界隈を歩くのはいつも古本屋を冷やかすのが目的でしたがその日は手すれのした書物などを眺める気がどうしても起こらないのです私は歩きながら絶えず宅のことを考えていました私には戦国の奥さんの記憶がありましたそれからお嬢さんが宅へ帰ってからの想像がありました 私は、つまり、この二つのもので歩かせられていたようなものです。その上、私は、時々、往来の真ん中で我知らず、ふと立ち止まりました。そうして、今頃は、奥さんが、お嬢さんに、モーアの話をしている自分だろうなどと考えました。また、あるる時は、モーアの話が済んだ頃だとも思いました。私は、 ととうとう万世橋を渡って、明神の坂を上がって、本郷台へ来て、それからまた菊坂を降りて、しまいに小石川の谷へ降りたのです。私の歩いた距離は、この3区にまたががって、いびつな円を描いたとも言われるでしょうが、私は、この長い散歩の間、ほとんど計のことを考えなかったのです。今、その時の私を解雇して、 なぜだと自分に聞いてみても、一向わかりません。ただ不思議に思うだけです。私の心が K を忘れるくらい、一方に緊張していたと見ればそれまでですが、私の両親がまたそれを許すべきはずはなかったのですから。K に対する私の両親が復活したのは、私が宅の格子を開けて、玄関から座敷へ通るとき、すなわち、 例のごとく彼は、いつもの通り机に向かって、初見をしていました。彼はいつもの通り書物から目を離して、私を見ました。しかし、彼はいつもの通り今帰ったのかとは言いませんでした。彼は、病気はもう言うのか、医者へでも行ったのかと聞きました。私は、その刹那に、 彼の前に手をついて、詫びまりたくなったのです。しかも、私の受けたその時の衝動は、決して弱いものではなかったのです。もし、K と私が、たった2人荒野の真ん中にでも立っていたならば、私は、きっと、両親の命令に従って、その場で彼に謝罪したろうと思います。しかし、奥には人がいます。私の自然は、 すぐそこで食い止められてしまったのです。そうして、悲しいことに永久に復活しなかったのです。夕飯の時、計と私はまた顔を合わせました。何にも知らない系は、ただ沈んでいただけで、少しも疑い深い目を私に向けません。何にも知らない奥さんはいつもより嬉しそうでした。私だけが全てを知っていたのです。私は、 鉛のような飯を食いましたその時お嬢さんはいつものようにみんなと同じ食卓に並びませんでした奥さんが催促すると次の質で「ただいま」と答えるだけでしたそれを K は不思議そうに聞いていましたしまいにどうしたのかと奥さんに尋ねました奥さんは大型決まりが悪いのだろうと言ってちょっと私の顔を見ました K は、なお、不思議そうに、なんで決まりが悪いのかと追求しにかかりました。奥さんは、微笑しながらまた、私の顔を見るのです。私は、食卓に着いた初めから、奥さんの顔づけで、事の重ゆきをほぼ推察していました。しかし、K に説明を与えるために、私のいる前で、それをことごとく話されてはたまらないと考えました。 奥さんはまた、そのくらいのことを平気でする女なのですから、私はヒヤヒヤしたのです。幸いに、K は、また、元の沈黙に帰りました。平成より、多少機嫌の良かった奥さんも、とうとう、私の恐れを抱いている点までは、話を進めずにしまいました。私は、ほっと一息して、室へ帰りました。しかし、私が、 これから先、K に対して取るべき態度は、どうしたものだろうか、私は、それを考えずにはいられませんでした。私はいろいろの弁護を、自分の胸でこしらえてみました。けれども、どの弁護も、K に対して、面と向こうには足りませんでした。卑怯な私は、ついに、自分で、自分を K に説明するのが嫌になったのです。私はそのまま二三日過ごしました。 その2、3日の間刑に対する絶えざる不安が、私の胸を重くしていたのは言うまでもありません。私は、ただでさえ何とかしなければ、彼に済まないと思ったのです。その上、奥さんの調子や、お嬢さんの態度が、始終私をとつっつくように刺激するのですから、私はなおつらかったのです。どこか男らしい気性を備えた奥さんはいつ、 私のことを、食卓で K にもとぱ抜かないとも限りません。それ以来ことに目立つように思えた、私に対するお嬢さんの挙手動作も、K の心を曇らす不信の種とならないとは断言できません。私は、何とかして、私とこの家族との間に成り立った、新しい関係を、K に知らせなければならない位置に立ちました。しかし、倫理的に弱点を持っていると、 自分で自分を認めている私には、それがまた、指南のことのように感じられたのです。私は仕方がないから、奥さんに頼んで、K に、改めてそう言ってもらおうかと考えました。無論、私のいない時にです。しかし、ありのままを告げられては、直接と間接の区別があるだけで、面目のないのに変わりはありません。と言って、 こしらごとを話してもらおうとすれば、奥さんからその理由を質問されるに極まっています。もし、奥さんに、すべての事情を打ち明けて頼むとすれば、私は、好んで、自分の弱点を、自分の愛人と、その母親の前にさらけ出さなければなりません。真面目な私には、それが、私の未来の信用に関するとしか思われなかったのです。 結婚する前から恋人の信用を失うのはたとえ一文一輪でも私には答えきれない不幸のように見えました。要するに私は正直な道を歩くつもりでつい足を滑らした若者でした。もしくは狡猾な男でした。そうしてそこに気のついているものは今のところただ善と私の心だけだったのです。しかし 立ち直ってもう一歩前へ踏み出そうとするには今滑ったことをぜひとも周囲の人に知られなければならない急遽に陥ったのです私はあくまで滑ったことを隠したがりました同時にどうしても前へ出ずにはいられなかったのです私はこの間に挟まってまた立ちすくみました K にあののこととを話したかと聞くのです。私はまだ話さないと答えました。すると、なぜ話さないのかと、奥さんが私を詰まるのです。私はこの問いの前に固くなりました。その時、奥さんが私を驚かした言葉を私は今でも忘れずに覚えています。道理りでそばめが話したら変な顔をしていましたよ。 あなたも良くないじゃありませんか平いあんなに親しくしている間柄だのに黙って知らん顔をしているのは私はケがその時何か言いはしなかったかと奥さんに聞きました奥さんは別段何にも言わないと答えましたしかし私は進んでもっと細かいことを尋ねずにはいられませんでした奥さんは 元より何も隠すわけがありません。大した話もないがと言いながら、いち k の様子を語って聞かせてくれました。奥さんの言うところを総合して考えてみると、K はこの最後の打撃を最も落ち着いた驚きを持って迎えたらしいのです。K はお嬢さんと私との間に結ばれた新しい関係について、最初は、 そうですかとただ一口言っただけだったそうです。しかし、奥さんが「あなたも喜んでください」と述べたとき、彼は初めて奥さんの顔を見て微笑を漏らしながら「おめでとうございます」と言ったまま席を立ったそうです。そうして茶の間の障子を開ける前に、また奥さんを振り返って「結婚はいつですか?」と聞いたそうです。それから、 何かお祝いをあげたいが、私は、金がないからあげることができませんと言ったそうです。奥さんの前に座っていた私は、その話を聞いて、胸が塞がるような苦しさを覚えました。勘定してみると、奥さんが、軽に話をしてから、もう、2日余りになります。その関係は、私に対して、少しも以前と異なった様子を見せなかったので、私は、 全くそれに気がつかずにいたのです。彼の超然とした態度は、たとえ外観だけにもせよ、敬服に値すべきだと私は考えました。彼と私を頭の中で並べてみると、彼の方がはるかに立派に見えました。俺は策略で勝っても人間としては負けたのだという感じが、私の胸に渦巻いて起こりました。私は、その時、 佐助刑が軽蔑していることだろうと思って、一人で顔をたんらめました。しかし、今更刑の前に出て、恥をかかせられるのは、私の自尊心にとって大意な苦痛でした。私が進もうか予想かと考えて、ともかくも翌日まで待とうと決心したのは、土曜の晩でした。ところが、その晩に、刑は自殺して死んでしまったのです。私は、 今でも、その光景を思い出すと、立然とします。いつも東枕で寝る私が、その晩に限って、偶然、西枕に床を敷いたのも、何かの因縁かもしれません。私は、枕元から吹き込む寒い風で、太目を覚ましたのです。見ると、いつも立て切って歩けと、私の室との仕切りの襖が、この間の晩と同じくらい開いています。 けれどもこの間のように、K の黒い姿はそこには立っていません。私は暗示を受けた人のように、床の上に肘をついて起き上がりながら、キツと K の室を除きました。用心が暗くともっているのです。それで床も敷いてあるのです。しかし、掛け布団は、飛べ返されたように、裾の方に重なり合っているのです。 そうしてイ自身は向かう向きに突風しているのです。私は、おいと言って声をかけました。しかし、何の答えもありません。おいどうかしたのかと私はまたイを呼びました。それでも、K の身体は、里も動きません。私は、すぐ起き上って、四季遺まで行きました。そこから、彼の質の様子を、 暗い幼稚の光人で見回してみました。その時、私の受けた第一の漢字は、K から、突然、恋の自白を聞かされた時のそれと、ほぼ同じでした。私の目は、彼の質の中を一目見るやいなや、あたかもガラスで作った擬眼のように、動く能力を失いました。私は棒立ちに立ちすくみました。それが、疾風のごとく、私を通過した後で、 私は、またああしっさくったと思いました。もう取り返しがつかないという黒い光が、私の未来を貫いて、一瞬間に、私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました。そうして、私はガタガタ線上出したのです。それでも、私は、ついに私を忘れることができませんでした。私は、すぐ、 机の上に置いてある手紙に目をつけました。それは、予期通り、私の名当てになっていました。私は、夢中で封を切りました。しかし、中には、私の予期したようなことは何にも書いてありませんでした。私は、私にとって、どんなに辛い文句が、その中に書き連ねてあるだろうと予期したのです。そうして、もし、それが、 奥さささんんんやお嬢のの目にに触れれれたたら、どんなな軽蔑されるかもしいいという恐怖があったのです。私は、ちょっと目を通しただけで、まず助かったと思いました。もとより、世間体の上だけで助かったのですが、その世間体が、この場合、私にとっては、非常な重大事件に見えたのです。手紙の内容は簡単でした。そうしてむしろ抽象的でした。 自分は白紙雀荒で到底行き先の望みがないから自殺するというだけなのです。それから今まで私に世話になった霊がごくあっさりとした文句でその後に付け加えてありました。世話ついでに死後の片付け方も頼みたいという言葉もありました。奥さんに迷惑をかけてすまんからよろしく詫びをしてくれという句もありました。 国元へは私から知らせてもらいたいという依頼もありました。必要なことは、みんな一口ずつ書いてある中に、お嬢さんの名前だけはどこにも見えません。私はしまいまで読んですぐ、K がわざと回避したのだということに気がつきました。しかし、私の最も痛切に感じたのは、最後に墨の余りで書き添えたらしく見える。 もっと早く死ぬべきだのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でした私はセグエルテ手で手紙を巻き収めて再び封の中へ入れました私はわざとそれをみんななの目につくように元の通り机の上に置きましたそうして振り返ってふすまにほとばしっている血潮を始めてみたのです私は突然 K の頭を抱えるように両手で少しし持ち上げました。私は、K の死に顔が一目見たかったのです。しかし、不不死になっている彼の顔を、こうして下から覗き込んだとき、私は、すぐ、その手を離してしまいました。立としたばかりではないのです。彼の頭が、非常に重たく感じられたのです。私は、上から今触った冷たい耳と、 平成に変わらないいいごぶかりの濃い髪の濃髪毛を生じ眺めていました。私は、少しも泣く気に離れませんでした。私はただ恐ろしかったのです。そうして、その恐ろしさは、目の前の光景が感動を刺激して起こる単調な恐ろしさばかりではありません。私は、突然と冷たくなった、この友達によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じたのです。 私は何の分別もなくまた私の室に帰りました。そうして八畳の中をぐるぐる巡り始めました。私の頭は無意味でも当分そうして動いていろと私に命令するのです。私はどうかしなければならないと思いました。同時に盲導することもできないのだと思いました。座敷の中をぐるぐる巡らなければいられなくなったのです。 檻のの中へ入れられらた熊のような態度で私は、時々奥へ行って、奥さんを起こそうという気になります。けれども、女に、この恐ろしいありさまを見せては悪いという心持ちが、すぐ私を遮ります。奥さんは、とにかく、お嬢さんを驚かすことは、とてもできないという強い意志が、私を押さえつけます。私はまた、ぐるぐる巡り始めるのです。 私は、その間に、自分の質の用賃をつけました。それから、時計を折り折り見ました。その時の時計ほど拉致の開かない、遅いものはありませんでした。私の起きた時間は、正確にわからないのですけれども、もう夜明けに間もなかったことだけは明らかです。ぐるぐる巡りながら、その夜明けを待ち焦がれた私は、永久に、 暗い夜が続くのではなかろうかという思いに悩まされました。我々は7時前に起きる習慣でした。学校は8時に始まることが多いので、それでないと授業に間に合わないのです。下女はその関係で6時頃に起きるわけになっていました。しかし、その日、私が下女を起こしに行ったのはまだ6時前でした。すると、 奥さんが今日は日曜だと言って注意してくれました。奥さんは私の足音で目を覚ましたのです。私は奥さんに目が覚めているなら、ちょっと私の室まで来てくれと頼みました。奥さんは寝巻きの上へ、普段着の羽織を引っ掛けて私の後に今いてきました。私は室へ入るやいなや。 今まで開いていた仕切りの襖をすぐ立て切りました。そうして奥さんに飛んだことができたと小声で告げました。奥さんは何だと聞きました。私は、いで、隣の室を指すようにして、驚いちゃいけませんと言いました。奥さんは、青い顔をしました。奥さん、K は自殺しましたと私がまた言いました。奥さんは、そこに居すくまったように、 私の顔を見て黙っていました。その時、私は、突然、奥さんの前へ手をついて頭を下げました。すみません。私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにもすまないことになりましたとわびまりました。私は、奥さんと向かい合うまで、そんな言葉を口にする気はまるでなかったのです。しかし、奥さんの顔を見た時、 不意に我とも知らずそう言っってしまったのです。刑に詫び、丸ことのできない私は、こうして、奥さんとお嬢さんに詫びなければいられなくなったのだと思ってください。つまり、私の自然が、平静の私を出し抜いて、ふらふらと、懺悔の口を開かしたのです。奥さんが、そんな深い意味に、私の言葉を解釈しなかったのは、私にとって幸いでした。 青い顔をしながら不慮の出来事なら仕方がないじゃありませんかと慰めるように言ってくれました。しかしその顔には驚きと壊れとが掘りつけられたように固く筋肉を掴んでいました。